質問を入力すると人工知能 AI がまるで会話をするように答えてくれるチャット GPT 人間が書いたような自然な文章を作成できるのが特徴ですアメリカの実業家らが設立した企業オープン AI が開発し去年11月に公開しましたするとわずか2ヶ月で利用者が1億人に到達今 世界で最も注目されていると言っても過言ではないサービスなんです。課題とされているのが学問の分野での取り扱い。学生が大学のレポートや論文などに利用することが懸念されています。京都大学の港総長も入学式でチャット GPT に言及しました。チャット GPT などの 生成 AI、自動文章作成ソフトが話題になっています。文章を書くということは、時間をかけてじっくりとこれらを検証しながら、できる限り正確な知識に基づいて、最も自分らしい思考や感性を作り上げ、表現していくプロセスであると言えるでしょう。文部科学省は、使い方に関するガイドラインを作成する方針です。 学問の分野で懸念がある一方、教育の分野では、チャット GPT をうまく使いこなしたサービスもあります。生徒一人一人と向き合って教えたいという先生たちの事務仕事の負担を減らすために、チャット GPT を利用したサービスがあります。その名も、先生の部下。休職に通う生徒さんが、家でこう、勉強するときに、えっ、ー、と、 困っったとききに何かササポーートできるようななそんなあのサービスをおー作てておりまして学習塾の生徒が家に帰ってから塾の先生にやる気が起きないというメッセージを送ってきたとします。そこで先生がボタンをクリックすれば生徒を励ます返信のメッセージ案が表示されます。そのメッセージ案をもとに 頑張りすぎていると感じる生徒に対しては、リフレッシュするよう先生が書き加えるなどして送信します。チャット GPT をはじめとするその生成 AI が、こう、えっ、ー、と、事務的なところをやってくれる。えー、施設さんとしっかり向き合う時間を取れる。このサービスで適切なメッセージ案を作成させるポイントが、プロンプトと呼ばれる指示。 こんなメッセージを作るようにと細かく設定できます。このプロンプトを工夫して子供たちの家庭学習に活用している人もいます。やっぱり人間、大人が相手すると、やかんやちょっとイライラしたり誘導しちゃったりとかって誘導しちゃうんですよね、どうしても。大となしくずっと待っててくれるし。梅というユニット名で活動している漫画家、小沢隆弘さん。 12歳の娘さんが、小学校生活の思い出というテーマで作文を書こうとして悩んでしまったときに、チャット GPT を利用しました。その時のやりとりは。小学校生活で一番心に残った思い出はわからないです。大丈夫です。一つずつ考えていきましょう。 チャット GPT が文章を作成するのではなく、娘さんが自分で考える手助けをしています。これは、小沢さんがチャット GPT に与えたプロンプトを工夫したからです。あなたは AI 家庭教師ですっていうやっぱり、で、えー、こっち側は12歳ですっていうようなことを設定して、あとはあれですね、すごく前向きで明るく優しく接してください。1から教えてもらうっていうよりかは、 一緒になんかできてる感じだったので。使い方次第でメリット、デメリット、さまざまな側面があるチャット GPT。スタジオで賢い利用の方法を専門家と考えます。はい。今日は情報処理などがご専門の近畿大学の半田久さ先生と一緒にチャット GPT についてお伝えしてまいります。ではここからはですね。 えー、このチャット GPT おすすめの利用法とか、まあ、いろいろ検索するときに使う検索エンジンに機能を追加すること。大学などでは規制なんかもあるということで見ていきたいと思います。半田先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。チャット GPT というのは、改めて、これすごいものなんですかそうですね。あの、最近5年ぐらい前からですね、はい。言葉を扱う AI というのが出てきたんですけども、はい それいうまでは、自然な文章ではできなかったんですけども、はい、あの、大規模な学習データから学習をして、うん、あの、自然な文章が作れるようになりました。自然な文章、本当に人が作ったかのような文章が作れるようになったと。これ、開発するっていうのも大変なことなんですよね。そうですね。あの、日本で一番早いコンピューターが K というスーパーコンピューターなんですけども、えー、それが1ヶ月ぐらいかかっても多分学習できないぐらいの大規模な量。はあ あ、そんなにすごいものなんだ。おすすめの利用法ですけれども、抽象的な質問をしてしまうとですね、うん、間違った答えが返ってくる可能性というのがあるんですよ。はい。なので、求める答えをこう導き出すために、こう質問したらいいですよという事例集があります。うんうん、これがネット上でこう紹介されてるんですが、はい、例えば、おすすめの映画、これを知りたい場合、自分の好きな映画、まあジャンルだったり、はい、そういったものとか、あと年代ですね、ご自身の。で、上映時間。 これを条件として。会話で導き出していくわけだから、私はこんな映画が好きなんだけど、おすすめの映画は何ですかみたいに聞くってことですね。そういうことです。こういうふうに条件を足していくんですね。続いて、喜ばれるプレゼントの場合、入力する条件は、予算、そしてプレゼントする相手の年齢、こういったものを入れてあげてください。具体的に入れることが、質問することが大事なんだ。そうすると、求めている答えが返ってくる。はいはいはい。さらに、今週の献立なんかもあるんですね。悩む方多いですよね。 使いたい食材、具材だったり、うん、取り入れたい栄養素。はい、これを聞くと答えてくれるということなんです。ちょっと間違いもあるよっていうことなので、うん、先生、そのあたりはどうなんでしょうかはい。あの、大規模な文章を学習するんですけども、はい、それは確率という形で、あの、知識を蓄えます。つまり確率。はい、はい。あの、ある単語を出すと、次の単語はどういうものかというのを確率に基づいて、はい、一番最もらしい。 今、役割という話がありましたけども、役割が文脈を与えているんですけども、その文脈の中で、えー、単語を確率的に選ぶときに、はい、ちょっと間違えてしまうと、その間違いがずっと引き取っていくので、<ー>結果として、あの、 AI は嘘を言ってないんですけども、結果として嘘を言っていることになりますあ。あるワードについて結びついてくるワードがある。これがもし間違ってしまうと、どんどん間違ったまま進んでいってしまうってことですね。はいはい、それをチェックするのがまあ人間になってくるのかなということなんですけど、これって学習とかにも影響が出てくるっていうことですよね。で、えー、このジャット GPT の 利便性もさらに上がっているということなんですが、うん、それがこちらですね。はい。進化が止まらないチャット GPT ということですが、これまでは2021年までのデータしか蓄積できていなかったので、はい、最新情報に対応できないこともあったんです。うん、それがおよそ1ヶ月ほど前にですね、マイクロソフトの検索エンジン Bing に搭載されまして、はい、最新情報にも対応可能になったんです。うん、じゃあ実際にどんな違いがあるのか。はい。 現在の総理大臣は誰ですかというふうに聞いてみました。するとこちら。はい。これまでのものですと、はあはあは2021年9月時点での情報しか持ち合わせていません。最新情報は反映されなかったんです、うん、はい。なので、当時の総理大臣、菅元総理の名前を出してくれたということなんですね。なるほどなるほど。それが、新しいバージョンですと、岸田文雄総理ですというふうに、ちゃんと回答してくれました。うん、これは検索エンジン。はい だから調べるものですよね。うん、と結びついてるから最新の情報が出てくるっていうことで間違いも減ってる。進化してるということなんですが、一方でまあ課題もあるということで、それがこちらですね。はい。AI に任せることで子供の文章力、思考力に対する懸念の声も上がっています。学習の部分でこういった声も上がっていると。うんえー 40代のお母さんは、自分で考える力が必要ないから心配。うん、あとは、まあ、子供が使っているのを見たときに、お母さんがちょっと怖いと感じてしまったという声が聞かれました。うん、こういった懸念に対して、各所こんな方針を示しています。え東京大学は、 AI のみを用いたレポートの作成は認めません、うん、さらに文部科学省は学校向けのガイドラインを作成する方針だということです、うん、だからいろんな悪い使い方もできてしまうっていうことなんですけど加藤デスクはこういう ま、母親の声などもありますけれども、どういうふうに受け止めますうん、うん、そうですねう。うちの子はまだ全然小さいんで、まだそんな自分で調べるみたいなことはできないんですけど、はい、ただ、あの、もう本当に生まれた時からそういうデジタルネイティブと言われるように、うんうん、こう、あの、こういったツールがあって育っていくので、あの、やっぱりその使い方をちゃんとこう先生に教えてもらいたいな。 とか思いますし、うん、逆に言うと、教える側の先生たちも、こういうことと、あの、うまく付き合っていく学習方法というか、を、あの、アップデートしていってほしいなとは思いますね。うん、教育現場の皆さんが、まあ、どう考えていくべきなのかということで、先生のお考えはこちらです。はい。はい。うん。えー、人とチャット GPT が分業化することが必要だと思います。うん、はい。あの、先ほどのそのレポートの話ですと、はい、知識を えー、調べるようなデポートじゃなくって、ええ、あの、学生には考えさせるということが必要だと思います。で、考えた上で、文章の作成はチャット GPT に任せる。そうすることで、正しい文章を出してくれるようになると思います。ああチャット GPT っていうのは、文章を考えてくれるんだけど、情報を選んで文章を考えてくれるだけで。そうですね。 しっかりと考えているわけではないってことなんですかねはい。あくまでも考えるのは人間の役割だと思います。あ、そこが人間の役割だろうということですが、<ー>えー、LINE 質問が届いています。ありがとうございます。チャット GPT はスマートフォンでも使えるんですか ということで、先生に聞いたら早いんですけど、せっかくなんで、チャット GPT に答えてもらいましょうかね。はい。打ち込んでみます。チャット GPT に、スマートフォンでも使えるんですかチャット GPT さんということで、はい。質問投げかけました。はい、答えていただきましょう。出るかなお、早い。利用できますということですけど、ただ、もしかしたら合ってない恐れもあるので、<laughs> 先生。 これは当てますかてます。<laughs> スマートフォンでも使えるということですよね。はいえー、ということで、さらにこれ、チャット GPT が、まあ、便利になる可能性、もっと進化していってほしいっていう部分でいうと、どんなところが挙げられるでしょうかはい。あの、先ほど、あの、分業化という話がありましたけども、はい、あの、今使われているオフィスソフトウェアですね。ワードとかの、そういうソフトウェアにも使われることになると思います。うん、ですので、人間は、 あの、まあ、仕事をするときに、はい、あの、考えることに集中をして、はい、文章の、あの、細かいところは、チャット GPT が作ってくれるということで、生産性がすごく上がると思います。なるほど。効率化、働き方にもね、つながってくるかもしれないという、可能性たっぷりのチャット GPT。課題は十分に気をつけていこうねというお話でした。関西テレビニュース、YouTube チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、よろしくお願いします。